バタグールガメは、イシガメかバタグールガメ属に分類されるカメ。本種のみで、バタグールガメ属を形成する。別名 AO ツユビカワガメ。模式標本の産地はインド。インド東部、インドネシア、カンボジア南部、タイ南部、バングラデシュ南部、ベトナム南部、マレーシア、ミャンマー南部。シンガポールではすでに絶滅したとされる。最大高潮60センチメートル。 オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大でも、校長50センチメートルほど。廃坑はややドーム状に盛り上がり、上から見ると楕円形。甲板の表面は滑らかで、老齢個体では甲板の継ぎ目が不明瞭になる。廃坑の色彩は、灰色や暗緑色。廃校と復興の継ぎ目や復興柱は、非常に発達する。液化乾板は、 素形甲板より小型。復興は大型で、左右の甲甲板の間には浅い切れ込みが入る。橋や、復興の色彩は単行色。頭部は小型で、粉炭は突出しやや反り上がる。交彩は単行色。獅子は頑丈で、指跡は長く、水かきが発達している。前肢の五肢の内容肢に,にしか爪がないことが、別名の由来。頭部や、 獅子の色彩は、灰色や、暗緑色。卵は、長径6.6から7センチメートル、短径4から4.5センチメートル。容体は、肺甲が扁平で、上から見ると円形。また、C 看板にはあまり発達しない筋状の盛り上がりがあり、後部円パ板が、ノコギリ状に尖る。成長に伴いキールや、ノコギリ状の突起は消失する。オスは、 メスより皮膚がやや暗色だが、繁殖期になると全身が黒一色になり、交際が白くなる。石亀家内では、カラグール亀属や、セタカガメ属に最も近縁とされ、単系統群を形成するとされる。川口、マングローブ林等に生息する。完全水性。植生は、植物食で、植物の葉、果実、等を食べる。満潮時に、 岸辺付近や上流に移動し、採食を行う。幼体は、魚類、甲殻類、貝類等も食べるが、成長に伴い植物食傾向が強くなる。繁殖形態は乱生。川辺や中洲、砂浜等に、集団で90センチメートルほどの深い穴を掘った。後に15から30センチメートルの浅い穴を掘り、 その中に1回に5から60個の卵を年に3回まで産む。現在は生息数が激減しているため大規模な集団を形成することはないが、以前は500頭以上の大規模な集団で産卵した例もある。母親は産卵層を後足で埋めた後に、復古でその上を仕固める。地域によっては産卵のため、河川の上流域まで遡上することがある。 産卵の間隔は15から20日。卵は68から112日で孵化する。生息地では卵も含め食用とされることもある。開発による生息地の破壊や食用の乱獲等により生息数は激減している。そのため1975年にワシントン条約付属書 I に掲載された。ありがとうございます。